皆さんどうもこんにちは。今回もピクミン1の続きからやっていきたいと思います。前回は巨大毒キノコをやっつけたんだったな。あいつのせいでピクミンがほぼいなくなっちゃったわ。ここからまたコツコツピクミンを増やして、引き続きパーツ集め頑張っていきましょう。でも今日はもうそろそろ終わっちゃうわね。これ間に合わないかな？まあ無理することはないぜ。また明日ここから運べるだろ。それもそうだね。遭難11日目、ピクミンは必ず獲物を自分のオニオンに運ぶ。だがよく観察してみると3色のペレットはそれぞれ同じ色のオニオンに運び込まれると、生まれるピクミンの種が多いようだ。へぇ、ちょっとした豆知識ね。色に合ったピクミンに運ばせるようにしよう。それじゃあ昨日の続きから作業開始です。ここまで運んでるならもうすぐよ。今回はピクミンの数も多いし安心して見ていられるぜ。はい、無事に到着。なんかこのパーツが輪切りのリンゴに見えてきたわ。お、剥き出しだった金属部分にリンゴが。オメガスタビライザー、ドルフィン号の尾ひれ、少しボロいがまだまだ現役、ドルフィン号の修復はまたもや大きく前進する。だんだん宇宙船がしっかりしてきたな。回収したドルフィン号のパーツは、30分の9となった。すべてのパーツを集めなくても帰れるのはいいことだけど、一体あとどれくらいでノルマ達成なの？もしかしたら29個かもしれないわね。ほぼ集めるしかないよそれ。大して重要じゃないパーツがどれくらいあるかまではわからないからな。オリマーさん教えてください。その後、また新しいパーツを発見したわ。どう見てもただの浮き輪に見えるんだけど。ああ見えてとんでもない性能が隠されているのかも。1日に2個もパーツを積み込めたのはラッキーね。スペースフロート、泳ぎのうまい私には必要ないが念のため持っている。本当に念のためだ。この感じは、特に重要じゃないパーツでは？か、数は数だ、無駄ではない。そうよ、数稼ぎをすることが大事だしね。遭難12日目。炎はピクミンにとって天敵のはずだが、よく見ると赤ピクミンだけは燃えていない。赤ピクミンは他のピクミンが燃えてしまう炎の中を平気で動き回っている。防火性能がいいんだろうね。今日はまだ破壊できそうな壁を発見したので、その壁を壊すところからスタートです。地面から吹き上がるあの炎がなんとも嫌な位置に。それに爆弾岩1個じゃ崩れない頑丈さ。爆弾岩が何個も湧き出てくるところありません。ありません。よし、壁貫通、これで先に進めます。おい、なんだこの広場は？これ絶対ボスだよね。ピクミンの数が少ないから一旦整えてからまた来ましょう。ボス部屋とかあったの。さあ整えてまいりました。何がいるの？うわぁ、でっかいアメンボ。食い潰されたら一撃かよ。必ず攻撃が通る箇所があるはずなんだ。ああ、見つけた。あのアメンボの丸いところ、あれを攻撃するとダメージを食らってるわ。あの高さじゃキックミンしか届かないかも。そう、こいつの踏みつけが強すぎる。これはどういう戦法がいいんだろう。足を避けながらボールに向かってピクミンを投げるという高等テクニック。とりあえず敵の弱点は分かったんだし落ち着こう。そうだね、ピクミンたちを集めて。問題はロックオンができないこと。せめてこいつがバランスを崩して倒れてくれたら攻撃しやすくなるのにな。やられるの覚悟で特攻するしかないのかしら。とんでもない敵と戦ってしまっているようだ。あの足の間に入りたくない。いつの間にかオリマーの体力もかなり減ってるしな。おお、やけっと投げだー。足にばっかりくっついちゃうのなんでだろう。足をくすぶってやれ。じゃあ、やめろ。これでいいんだよね。言い訳、ねえだろう。うわぁ、オリマーが、ぺっちゃんこになっちゃった。まだギリギリ助かっているみたいだがかなり危険な状態だってよ。よし、ピクミンたちも少なくなってるしここで一旦戻ろう。今回はキックミンのみで戦いたいと思います。キックミンがあのボールにうまいことひっついて攻撃できれば勝てるわ。とにかくまずはあの踏みつけを食らわないようにすること。あ、自分から下がってきてる。なるほど、このタイミングでキックミンを飛ばすんだ。だんだん攻撃のコツをつかめてきてるわ。そしてすぐさまキックミンを集合させる。あのドタバタがとにかく危険すぎる。もう一度あのチャンスを待とう。親方、あいつ倒したらゲームクリアですよね。あいつが全部のパーツを持ってたらね。もうやだこんな戦い。よし来た、ピクミンたちよ、突撃。攻撃中も踏みつけにはくれぐれも気をつけてね。ここまでか、みんなをまた集めて時間を稼ぐぞ。頼むしども、チクチクと煩わしい。さっきはお前に散々振り回されたけどもう分かったからな。
最初からこういう行動ができてたらよかったんだけど。初見じゃこれはなかなかに難しいぜ。ほらー、黙ってダメージ食らいなさい。順調に HP を削れてる、あと少しだね。みんな、おじけづくな、こいつが暴れても関係ないぞ。うおー、負けてたまるかー。ちょっとはおとなしく止まってなさい。あと少し、こいつを絶対みんなで倒すぞ。チャンス到来だな、畳みかけろ。あと一押し。やったー、ついにこいつを倒したわ。前回のキノコがすごく優しく感じるぜ。ガードサテライトを発見した。宇宙は危険に満ちている。宇宙船も自分も両方守る頼もしい自動衛星。重要なパーツを持ってたんだね。いずれにせよこいつを倒さなかったら手に入らなかったわ。なんだこいつ、機械だったのか？爆散してしまった。皆さんどうもこんにちは。毎度可愛いでおなじみ霊夢ちゃんだよ。久しぶりの最強吸血鬼、フランちゃんだよ。毎度おなじみマリサだぜ。あ、久しぶりに影モッドじゃない。汚い音主も綺麗に見えるね。こらー。なんで今回は影モッドを入れてんだ。今回はちょっと特殊なモッドを入れたから、そのモッドを綺麗に見せたくて入れてみたんだよ。へぇ、で、その導入したモッドってのはどんなモッドなの？火山を作るモッドだよ。ええー、火山を作るモッド。そうそう、バケツいっぱいで火山が作れるんだよ。そういや火山ってバケツいっぱいで作れるんだったよね。作れねえわ。おいおい、火山をバケツいっぱいで作れるわけねえだろ。だいたいな。火山ってのは、地下のマグマが噴出してできるもんなんだぜ。バケツでマグマを流すことならできると思うが、山を作ることなんか魔法でもあるまいしできねえだろ。確かに山を作るのは無理ね。マグマを流して固めて山を作るんじゃない。いやいやいや、そんなことしなくてもバケツいっぱいで山ができちゃうんだよ。すげえ自信だぜ。そこまで言うなら作ってみせてちょうだい。よし、ここに火山を作るよ。さあこの辺に火山を作っちゃおうかな。あれ、黒曜石だ。なんでこんなところに黒曜石が。うわあ、なんだこの黒曜石。バケツをかけたらどんどん黒曜石が増えていったよ。あれ、石ブロックこんなところになかったわよね。ブロックがどんどん積み重なってるぜ。これ本当に山ができるんじゃないの？ではここから早送りで火山ができる様子を見ていただきましょう。うぷ主、疑ってすまなかった。ええ、私も疑って悪かったわ。最近いっぱいのバケツでワールド消したり、あたり一面を湖にしたり、本当にバケツの力って無限大だな。そのうちバケツいっぱいで実際の地球も消滅できるようになりそうだね。絶対それは嫌だ。ねえねえ、これって石ブロックがどんどん積み重なっていって、本当の山みたいにはなるんでしょうけど、マグマがなかったら火山にはならないわよね。あ、確かにそうだね。安心したまえ。マグマも自然と湧いて出てくるんだ。ということでこんな感じで火山ができました。すげえ、マグマもちゃんと溜まってるぜ。こんなに簡単に火山が作れるなら、嫌いな奴の家を火山に変えちゃうなんてこともできるわね。こいつにだけは恨まれないようにしよう。あ、もし学校に行きたくなかったら、学校を火山に変えちゃえば、学校を休めるよね。休むどころかその学校が消滅するぜ。このようにバケツいっぱいで簡単に火山を作れるので、火山作りたいなぁ、と思っている方はぜひともお試しください。そんな奴どこにいるんだよ。すいません、火山作りたいんですけど。このバケツ、ただ火山を作るだけじゃないんです。うわぁ、今度はブロックが沈んでいく。ただ火山を作るだけじゃないって、他にも何かできるのか。他には、ちょっと待って、私が当ててあげるわ。温泉が湧いて。それを発見したおっさんが、グロ画像かな。湧きたてほやほやの温泉に我先にと入ったら。なんでかわからないけど黒卵になってしまう。でしょ？明らかに違うだろうな。正解は何何？正解は、地割れや落とし穴を作れるでした。とんでもねえな。この落とし穴もいろいろな使い方ができそうね。今度お姉様にでもドッキリで仕掛けようかな。ドッキリですまねえだろ。このバケツを何もないところで右クリックすると、簡単にバケツのモードを切り替えられます。これは隕石モードです。隕石モード。バケツで隕石まで降らせることができるのね。おお、これもすごいね。ちょっと隕石降らせたいなぁと思ったらこのモードにするといいですね。隕石降らせてなんて思ったこともねえ。あ、隕石が流れ星の代わりにもなるわよね。どうか、空から大量の羊が降ってきますように。お前疲れてんじゃねえか。お次は地面を真っ二つに割りたいと思います。うわぁ、どんどん地面が陥没していくわ。こんな光景見たことないよ。さあどんどん規模が大きくなっていきますよ。せっかくできた火山も割れちまったぜ。自分の家の周りにこの溝を作ったら、
ゾンビとかモンスターとか来ないから安心して暮らせるわね。自分も落ちたらどうすんだよ。ねえねえ、この地割れって何の意味があるの？特に意味はないよ。そりゃそうだろうな。影モッドだからなんか水が鏡みたいでとっても不思議ね。いやー、いい感じにマグマ温泉ができたね。こんな温泉に浸かったら速攻で骨になっちまうだろうがな。それでは最後にこのマグマに落ちて、本当にこれはマグマなのか、体を張って、実験してみたいと思います。とんでもねえこと言い出しやがったぜこいつ。それでは皆さん、行きますよ。あっちゃー、これモノホンのマグマだー。うぷ主、ありがとう。これでこのマグマが本物だって証明されたわ。よし、絶対に落ちないようにしよう。何このバカな検証。皆さんはくれぐれもマグマに入らないでくださいね。うわあ、こいつ思いっきり燃えてる。そう言いながらまたマグマに入ってたー。なるほど、自分では気づかないでマグマに入っちゃうケースもあるのね。そんなのこいつだけだろ。ということで今回は。何勝手に締めようとしてんだよ。以上、バケツいっぱいで火山ができちゃうモッドの紹介でした。このモッドで分かったことは、マグマは熱い。以上です。